アン、スパイマイナス -1。アン、スパイマイナス -1 は、アメリカ合衆国が、イージュスシステム用に開発した、関西多機能レーダー。製造は、ロッキード・マーティン社。スパイマイナス -1 レーダーは、イージュス武器システムの核心となる、サブシステムであり、多数目標の同時捜索探知、追尾、氷お及び発射されたミサイルの追尾、指令誘導の役目を一手に担う。 多機能レーダーである。パッシブフェーズドアレイタイプの固定式平板アンテナを4枚持ち、これを四方に向けて上部構造物に固定装備することで全周半球空間の捜索が可能になっている。その特徴的な外見はイージス艦の特徴ともなっている。極めて優れた探知能力を備えており、アメリカ海軍はスパイレーダー表示画面に目標を指認すれば、そこには 目標が存在する。表示画面に目標を視認しなければ、そこには、絶対に、目標は存在しないと豪語するほどである。最初に開発された A 型、発展型の B 型は、巡洋艦向けで、前後の上部構造物に分けて装備された。その後、レーダー機器を環境構造物に集中配置して、効率化を図るとともに小型化した D 型、その改良型の D 型が、 駆逐艦向けとして開発された。また D 型をベースとして、さらに簡略化されたフリーゲート向けの F 型、より小型の艦艇向けの K 型も開発されている。ジェット機の登場による、軽空脅威の増大に対処するため、アメリカ海軍は1958年より次世代の防空システムとして、タイフォンシステムの開発を開始していた。タイフォンシステムは、 多機能レーダーであるを中核として WDS の武器完成機能と NTDS の戦術情報処理機能を統合した統合化システムでシステムリアクションタイム10秒20の目標を同時追尾可能というもので時代を考えると極めて野心的なものであったその SPGE-59 は目標を捜索・補足、追尾して TVM 方式で 対砲ミサイルを誘導するという機能レーダーで、によるビームステアリング方式を採用、出力管として TWT を採用した3400のアンテナ素子を備えた大直径の発信アンテナと受信機として3つのルーネベルグレンズを使用、動作周波数は C バンドと計画された。しかし、要求性能の高さに対する技術水準の低さ、 統合システムの開発への経験不足により、開発は極めて難航した。特に、s p g 五十九レーダーは信頼性が低く、性能は要求に遠く達しない上に重量課題であった。1962年には、台本計画は実質的に打ち切られており、これを受けて1963年、排水の陣のアメリカ海軍は、先進水上ミサイルシステム、 アザムズ計画を開始した。アザムズの開発に際して、海軍は民間企業に研究と提案書の提出を求めると、共に独自に選抜した人材による評価グループを設立した。ウィシントン提督をリーダーとする、このグループの主要な任務は、アザムズのシステムコンセプトと共に、スパイ -1 レーダーの設計指針を策定することにあった。スパイ -1 は、 アザムズの中核となるものであり、タイフォンシステムのトンザの一因が SPG-59 の開発失敗にあったことを考えると、スパイ -1 レーダーの設計指針の策定は極めて重要であった。最初にして最も重要な問題は動作周波数の決定にあった。X バンド以上では探知距離が不足で、S バンド以下では送信設備が課題となるため、選択肢は C バンドと S バンドに絞られた。兵器局が押す C バンドは低高度目標に対する探知性能に優れ、育成無性も高く、アンテナを小型にすることができるが、探知距離に不安があった。一方、艦船局が押す S バンドは遠距離捜索性能に優れ、性能による影響も小さいが、アンテナは大型化が予想された。当初、SPG-59 が、 C バンドを採用していたこともあって C バンドが有力であったウィシントン提徳の採決により S バンドが採用された。この決定によりウィシントン提徳はアメリカの兵器開発市場に普及の名声を残すことになった。これに続きレーダー送信艦の選定が行われ SPG-59 で採用された進行波艦ではなく交差電力増幅艦。 が採用され、本数は32本となった。また、ミサイルの誘導機能を分離した、スレイブ型の専用イルミネーターを装備することも、決定された。これにより開発されたのが、MK-99 ミサイル射撃式装置のレーダー案、SPG-62 である。評価グループの報告を受け、1969年に RCA 社が、 担当企業として選定されるとともに、アザムズ計画は、イージス計画と解消した。スパイマイナス -1 の試作品、エンジニアリングデベロップメントモデル1、EDM-1 は、陸上の実験施設で1973年より、稼働し、信頼性と性能の試験を経て、WCS、ウェポンコントロールシステムと C&D、C D コマンドディシジョンシステムと連接されて実験艦ノーンサウンドに搭載され1974年より洋上試験が開始された。同艦にはミサイル発射機なども搭載され太平洋上で総合的な試験が繰り返された。これらの試験においてはスパイ -1 の育成無性能、全天候性能が注目された。スパイ -1 シリーズの最初の実用機は ミサイル巡洋艦、タイコンデロガに搭載され、1983年の同艦の収益と共に運用を開始した。後継レーダーとして、アクティブフェーズドアレイアンテナを採用したが、開発されている。フェーズドアレイレーダーであるスパイ -1 は、フェーズシフターによって、ビームステアリングを行っている。動作周波数は、S バンド、出力は、最大4メガワット。 平均6 4ットである。また、アンテナ1面あたりのレーダーアンテナ素子は、スパイ -1 シリーズの主流であって、アリエの一辺が3 6 6ルの A、B、B、D、D 型においては4350個、一辺2 4 4ルと、小型化された回、F 型では1856個、一辺1 6 8ルと、 さらに小型化された、K 型では912個である。探知段階においては、コンピュータによって制御された幅1.7度のペンシルビームが、全周の半球空間を操作する。操作パターンはドクトリンに従って制御され、低空域など、特定の空域を集中的に捜索することも可能である。操作中に探知された目標の情報、距離、方位お及び広角は保存され、 一秒間に数回という頻度で更新される。ある一つの創作ビームで一つの目標を発、探知すると、コンピュータはその目標に対して、複数のビームを試行して補足し、追尾に移行する。最大探知距離は 500km、同時に追尾できる、目標数は200以上と言われている。完成段階においては、スパイ -1 レーダーは、 多数のチャンネルを有する射撃管制レーダーとして、機能し、高精度で目標を追尾して、射撃所限を算出する。攻撃段階においては、スタンダードミサイルの終末誘導を行う MK-99 ミサイル射撃式装置を保管し、SM-2 に対してに、ウェイリンクコマンドの中間指令誘導を行うことで、目標に対する MK-99 の拘束時間を極限するとともに、 ミサイルの誘導、気象経路を効率化する。このように、スパイ -1 は、目標の捜索、探知、追尾、及び射撃所限の算出という複数の機能を、単一の機種で実現しており、これにより、従来の防空システムで、ネックとなっていた、創作レーダーから、追尾レーダーへの目標の移管などがより迅速化され、光戦がより円滑化された。 それらを一括して担当するスパイマイナス -1 は創作、探知、完成、攻撃という武器システムの基本機能の中核体として機能する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。